はい、皆さんこんにちは、藤本です。今日はですね、子犬同士楽しく遊ばせる方法、これについてお話ししようかなと思います。子犬同士ね、遊ばせる、昔ですよ、僕がそれこそもうちっちゃい頃とかって、ワンちゃんの位置づけっていうと、なんとなくこう番犬みたいなね、イメージあったんですよ。庭に追って、まあ、その侵入者を追い払うみたいなね、いつの時代やっていうぐらいなんですけども、けどまあ今このご時世ね、その時は吠えるってね、結構やっぱり有効やったんですよ。相手がひるむんで、うわ怖ーみたいな感じでなるんでよかったんですけど、今どうですか？吠えられると結構困りますよね、こちらが、相手もですけども。なので、まあ、その時々によってね、ワンちゃんの役割というか、そういうの変わってくるんだなと感じます。で、それと同時にですね、ワンちゃん同士をこう仲良く遊ばせたいっていうニーズですかね、これも最近かなりやっぱり増えてきてます。ワンちゃん同士こう仲良く遊ぶ、めっちゃ可愛いですからね、またね、そう、仲良くね、うちの子が、他のワンちゃんと楽しく遊ばせたいっていうことなんですけども、じゃあこのね、子犬同士遊ばせる方法なんですけども、どうやって仲良くなれるのかということですね。まあもうこれはもう至ってシンプルで、まあ、そういう場所に連れていくっていうことです。ただですね、こう一つだけ注意点があるんですね。ただただ漠然と、ワンちゃん同士接触させるっていうのだと逆効果になることがあります。これ何かというと、やっぱ相性があるんですね。相性、むちゃくちゃ元気な子もいれば、ちょっとこれ、ね、おしとやかな子もやっぱりいるわけなんです。で、元気な子と元気な子がね、やればもうこうなんかわちゃわちゃわちゃとなっていいんですけども、元気な子とおしとやかな子が当たってしまうと、やっぱ一方的になっちゃうんですね。うわ、なんかすごいおされ気味みたいな、なんかもう、あ、もういいですみたいな、言っちゃうんですね。で、ね、わちゃわちゃする方は、なんかすごい、なんか楽しい楽しいばかりなんで、一方的な遊びになってしまう。これお互いにとって良くないんです。なので、きちんとした、相性を見るっていうのはすごく大事ですね。なので、幼稚園とか保育園とかそういったところに連れていくっていうのは、僕はすごくおすすめさせてもらっています。元気な子には元気な子。おしとやかな子でおしとやかな子が一番、お互いにとっていい成長を促せるのではないかなと思います。間違ってもよし、人にならそう、犬にならそうっていきなりドッグランにボーンみたいになっちゃうと、やっぱりこういろんな子が混じり合ってきてしまいますので、大体トラウマになってきます。それ以来もとワンちゃんダメなんですよ。そりゃそうですよね。もうそこでバチもう犬っていうものダメっていう、こう、ね、シャッターをガラッと下ろしたんで、そうなるとなかなか次遊ばせるとか好きになるってめっちゃ難しくなるんでね、最初の一歩すごく大事です。子犬の時期のその時めちゃめちゃ大事ですので、ぜひ愛犬の、なんだろう、性格をきちんと認める幼稚園とか保育園とかにちょっと預けてみる、するとかなりねワンちゃん成長しますので、ぜひやっていただけたらと思います。ではね、こういった形でまた次回も配信していこうと思いますので、まだ楽しみにお待ちいただけたらと思います。ではまた次回お会いしましょう。以上、藤本でした。